兵士に見つからず部屋を抜けることができた。ラティがほっと安堵の表情を浮かべている。君たちが部屋を抜けると、見回りの兵士はそろそろ飯の時間だと言ってどこかへ行ってしまった。兵士が見回っている。この部屋は二人体制のようだ。クリムが、ランカが先にと言いかけ、はっと口をつぐ。君は返事のない誰かの代わりに、俺が先に行くと言って先陣を切った。侵入者め、兵士の声に驚き、足がすくんでしまったラティの手を引いて、君たちはその場から逃げ出した。逃げ切ったところで、ラティが君にブンブンと勢いよく頭を下げている。ここまで来れば大丈夫だろうと君は警戒を解いた。すると兵士たちは顔を見合わせて、休憩にしようとうなずき合い、どこかへ行ってしまった。退けましょう。運を味方につけまい。
らしい。一本道の通路、その両側には無数のカゴが規則的に並べられている。多くは空っぽだが、いくつかのカゴの中には人型の影のようなものが見えた。君が顔を近づけてみると、影も顔を寄せ目をパチパチさせてくる。カゴの中の影は間違いなく生きている。君は自身の想像に悪感を感じてカゴから離れた。階段を降りた君たちの目に大勢の兵士の姿が飛び込んできた。慌てて物陰に身を隠し様子を伺う。これまで以上に厳しい警備だが、とにかく慎重に進むしか道はない。あいつちゃんと仕事してないな。兵士は愚痴を言いながら君たちに迫ってきた。君たちはなんとか兵士の追跡を振り切った。兵士たちの動きを注意深く見ながら進む必要がありそうだ。
侵入者を発見した時は、兵士は慌てて武器を構え、君たちににじり寄ってきた。悪い子はお仕置きするしかないよ。兵士は不敵な笑みを浮かべて君たちに近づいてきた。君たちは無事、兵士たちの目をくぐり抜けることができた。こんな時にもかかわらず、ラックがくしゃみの前兆のような声を出し始める。ダメと言わんばかりの勢いで、ラティがラックの口を手で押さえた。危なかったと息をつくラティの手の中では、ラックが息苦しそうにぐったりしている。そうこうしていると、兵士たちは、侵入者の形跡ありという伝令の声に急いで上階へと消えていった。
退けましょう。この扉の先が学校の一番奥のようだ。扉の中から響く少女の泣き声を聞いて、クリムが、あの泣き声は、ランカ、と声を上げ、君はクリムと息を合わせ、閉じた扉を蹴り破った。扉は固く閉ざされている。鍵穴のようなものが見えるが、君が地下学校の鍵を穴に刺して回すと、ガチャリと鍵が開いた。君が近づくと、少女は優しく微笑みながら、優雅な仕草でお辞儀をしてみせた。
少女は君たちの姿を見るや否や、泣きそうな顔で後ずさった。何かに怯えているようだが。さあ、戦いです。運を味方につけましたか。巫女になれたら、ここのことは忘れちゃうの？と言い、少女は君に何かを差し出した。少女は泣き晴らした顔で、もっと頑張るから、従者だけには、と嘆き続けている。君が鍵穴から鍵を引き抜くと、パキッと折れてしまった。この鍵はもう使えなさそうだ。私にはどんな従者が与えられるのかしら、とつぶやきながら、少女は同じ場所をぐるぐる回っている。少女は、私を次の巫女に推薦してくださいと言い、君に何かを差し出した。頑張ってください。素晴らしい。扉には数字を入力する装置がついている。正しい番号を入力することで開く仕組みのようだ。君には今もっとすべきことがあるはずだ。薄暗い部屋の中、影たちの視線がゆらゆらと君たちを見つめている。影たちに囲まれうつむくランカが、全部見たでしょうと君たちに問う。地下学校の中で見たランカとそっくりな少女たち、周囲のカゴの中からもランカの気配を感じられる。白の巫女が記憶の底に封じた都の真実を語る。この学校の正体は巫女の培養施設。島の礎となる巫女を量産して都の繁栄を永遠にするための施設だったのだ。彼女自身の存在も巫女の誇りも
全ては都が作った代替品なのだと彼女は絶望する。自ら傷つくことを望むかのように彼女は君たちに力ない刃を向けた。しかなさそうです。
君がランカだって私にはわかる。倒れたランカを抱きかかえながらクリムがささやく。クリムは不敵な自分と共に過ごし、時に優しさを向けてくれたランカにずっと感謝していたという。たとえ国名に反しても自身の意思でランカのそばに仕えると彼女は答えた。二人が入れ替わったかのように泣き叫ぶ巫女と、それをあやす従者、再会の心からの喜びを二人はかみしめ合った。救出褒めてあげるわ。本来の調子を少しだけ取り戻したランカだが、まだ目が腫れて真っ赤だ。無事に白の巫女を助け出すことができた。さあこの学校から脱出しよう。ここで音を立てれば兵士たちに囲まれてしまう。君たちは隠密に学校からの脱出を試みることにした。